埼玉高速鉄道2000系電車は、埼玉高速鉄道の通勤系電車である。埼玉高速鉄道線の開業に備えて、開業前年の2000年から2001年にかけて、川崎重工業で6両編成10本が製造された。ただし、第8編成から第10編成までの3本は、川崎重工業ブランドによる近畿車両での製造であるが、 これらの編成の車内シール式製造名板は、川崎重工業になっている。本系列は、帝都高速度交通営団、東京急行電鉄、東京都交通局、埼玉高速鉄道の4社による直通規格、相互直通運転における東急目黒線、南北線、三田線、埼玉高速鉄道線との車両申し合わせ事項に合わせた仕様であり、ATO や、 ホームドアによるワンマン運転に対応した設計である。設計にあたってはすべてのお客様に優しく快適な移動空間の提供をできる車両。21世紀に開業を迎える路線にふさわしい清潔で未来感あふれる車両を目指した。2000K という形式称号は2000年度に開業を迎えることなどに由来する。埼玉高速鉄道では A 段地下鉄に 工場検査業務を委託することを前提に計画を進めていた。このため、埼玉高速鉄道の車両を A 団9000系電車と共通化させるために、1996年8月に両会車間で埼玉高速線の車両に関わる業務受委託契約を締結し、A 団は9000系電車の技術情報を埼玉高速鉄道に提供した。 前述の通り車体は A 段9000系を基本としており、9000系と同様の大型押し出し型材を使用したアルミ合金製車体であるが、側構え体の一部の溶接には摩擦角半接合を用いることで外観の見栄え向上を図っている。車体外部には埼玉高速鉄道のコーポレートカラーであるブルーとアクセントとしてグリーンのツートンカラーのラインを巻いている。 前面、側面には、同社のシンボルマークである SR マークが貼られている。前面形状は平面であり、フロントガラスには、黄行の曲面ガラスを使用しており、上部には遮光フィルムが貼られている。また、地下線内における非常口貫通式としており、プラグドアが採用されている。下部には、排晶器を設置することで、シャープさ、力強さを感じさせるデザインとしている。 側面の客用ドアはコストダウンを目的にステンレス製としており、また、車体外観のアクセントとしている。20メートル級、片側4、扉車体であるが、先頭車はワンマン運転機器設置の関係で乗務員室スペースを広くとっており、中間車よりも66センチメートル長くしている。行き先表示器は、正面、側面ともに LED 式である。 初体は更新車を除く A 段9000系と同じ明朝体である。また、A 段9000系が電動車2両でユニットを構成するのに対し、本系列は電動車と付随車の MT ユニットを構成するのが大きな違いである。2000年9月下旬以降に落成し、メーカーから公衆輸送により A 段綾瀬検索に搬入して、整備や構内試運転が行われた。 その後、11月15日に路線整備が終了したことにより、順次、浦和味その車両基地へ改装された。営業運転開始は2001年3月23日からで、あるが、3月27日までの5日間は、直通運転先の東急目黒線武蔵、小杉駅地下鉄南北線赤羽岩淵駅間で、先行して営業運転を行い、 埼玉高速鉄道線内は乗務員の集軸を兼ねて開業前の線路を乗客を乗せずに運転する方式を取った。100の位の数字は号車番号と一致しているが将来の8行編成化を見据えて3番目と4番目が欠けた状態になっていた。客室内は天井、側面、つま面など白色系の化粧板で明るくまとめられている。袖仕切り、 連結面貫通扉は薄い紫色の化粧板である。床敷物は石畳をイメージしたグレーの色調である。天井には全長にわたり、冷房用ダクと吹き出し口が設置してあり、中央に各社7台ラインデリアが設けられている。冷房装置は三菱電機製の能力4 8 8 4ットの集中式を搭載している。火災対策強化を目的に、 ラインデリア製風版の原材料はアルミ製にて、剪定し、製造を取り付けされた。座席は一人の掛け幅が 450mm であり、形状はバケットシートではなく平板なもので、モケット柄は埼玉県の花である桜草をイメージしたピンク色と、し、一人あたりの着席区分ごとに桜草の花びらのアクセントが入っている。また、優先席のデザインは、 銅柄の水色で、設置箇所は通路から見て左右配置ではなく左右どちらかの片方配置になっている。また、2009年から2012年にかけて座席モケットが張り替えられた。側窓は車端部、車体中央部が固定窓、それ以外の2枚に分割された窓は開閉可能な加工窓構造である。いずれも、 透過率41%のグレーに着色された熱線吸収ガラスを使用しており、ロール式カーテンの設置を省略している。客用ドアは室内側もステンレスのヘアライン仕上げであり、泡範色の単板ガラスを接着することで取り付けてある。この形状は JR 東日本209系電車などの客用ドアと同じ方式である。 急戦系の車内客用ドアの飛ぶクロブにあったと、平検地センサーは、ドアの窓ガラスが接着式であり、引き込まれることがないためと製造関連費用の削減を図るために統計式では省略された。車内のドア上部には、ドアチャイム内蔵系の LED 二段表示式、旅客案内表示器が千鳥配置で設置されている。2006年からは案内表示器のないドア上に順次、 液晶ディスプレイを取り付け、セイネットビジョンとして放映されている。2020年3月までに、鉄道車両では、世界初となる、ダイナミックビークルスクリーンに交換された。吊り革はべて白色で、形状は三角形である。ワンマン運転用に、自動放送装置や車外スピーカーの設置や、対話式の非常通報機が各社4台設けられている。自動放送。 旅客案内表示機には異常事用にメニュー機能が組み込まれており、TIS からの簡単な操作で乗客に案内ができるようにされている。車椅子スペースは2号車と5号車に設けられている。連結面貫通扉は下方まで拡大されたガラスであり、基本的に片側のみの設置であるが、簡易運転台設置部は両側設置となる。乗務員室内はグレーを基調とし、 運転台系機台周囲はダークグレー色とした。運転台は中央に TGK1 ハンドルマスコン、ドア開閉ボタン AT を出発ボタンなどがある。また、左壁には低圧配電板、列車無線送受話器、右側には異常事態応用のスイッチ類、非常通報受話器などがある。上部には車上 CCTV が4組並んで設置してある。運転台周辺に機器を、 集中配置しており、ワンマン運転の際に運転席に座った状態で、異常時にも対応できるようにしてある。ワンマン運転用に、車掌スイッチは押しボタン式としている。運転台には、三菱製の車両情報管理装置のモニター画面が設置されており、制御伝送機能、車両機器の動作監視、故障時のモニタリングサービス機器の操作機能などがあり、 ワンマン運転時の運転使用支援装置としての機能を持つ。乗務員室と客室の仕切り部は前面窓と同じ割合で客室から見て左から大窓、仕切り扉、小窓の仕切り窓が3枚並んでいる。このうち大窓、仕切り扉窓には車高ガラスを使用しており、また車高膜が設置されている。なお右端の小窓は透明な窓であり、車高膜もない。 仕切り扉の窓は窓開閉不可能の固定式であることやこの部分にも遮光ガラスが使用されている点では9000系と異なる。また乗務員室仕切り扉には緊急時に備えて電磁作業対応となっている。イベット素子を使用した三菱電機製の IPM2 レベル方式の VVVF インバータ制御方式である。制御装置1機で 定格出力1 9 0キロワットの主電動機4台を制御する 1C4M 方式である。トルク制御には、ベクトル制御を採用することで、精度の高い粘着性能が確保されている。補助電源装置は、イベット素子を使用した出力1 5十 k w の投資場製、静止系インバータを編成で2台搭載している。SIV 故障時の冗長化のため、2500型には、 受給電装置を設けている。空気圧縮機は、レシプロ式の C-2500LB 型を編成で2台搭載している。準備工事されている、目黒側のパンタグラフパンタグラフは、2600に2機、2200は、裏和みその側に1機で、反対側は準備工事となっている。これは、本系列では、電動車と付随車で1ユニットを構成しているが、隣り合った。 M 社同士では、パンタグラフは、片方の車両にまとめて2機搭載し、うち1機から非搭載者側へ電力を供給する構成としており、現状では、供給先となる2300が連結されておらず、不要なためである。台車は、住友金属工業製のモノリンク式、ボルスタレス台車である。基礎ブレーキは、ユニット式の片押し踏みずらブレーキを使用している。 保安装置は新 AT c s a t c a t o a t c p タスクを搭載している。手動運転時は立行4のち常用ブレーキは7段であるが ATO 運転時には立行31段ブレーキ31段の超多段制御にすることで乗り心地の向上を図っている。ブレーキ装置は ATC 装置と連動した全電気指令式であり、 ATO 運転に対応するために、拡大車ごとに、ブレーキ作用装置を設けている。ブレーキ制御には遅れ、米制御を併用し、乗用ブレーキの他に、保安ブレーキ、降雪時に使用する、耐雪ブレーキ機能を有する。全編成が、浦和味その車両基地に所属し、所要運用数は9本、1本は予備である。運用区間は、埼玉高速鉄道の浦和みその駅。 赤羽岩淵駅間と埼玉高速鉄道と相互直通運転を行っている東京メトロ南北線の赤羽岩淵駅、目黒駅間、東急目黒線の目黒駅日吉駅間で運用されている。講師車両輸送の搬入や定期検査は東京地下鉄綾瀬工場で施行されている。よって工場への入り出場回送列車として有楽町線。 千代田線も走行するまた臨時列車の港未来号運行時には東急東横線経由で元町中華街駅まで運行するただし行き先表示器に元町中華街の設定がないため大路の全区間と福路の東横線内では臨時を表示して運行し福路の目黒線内以降は定期列車同様に浦和美園を表示する 2007年7月以降の運行から東急5080系が充当され、本系列はこの列車の運用から外れた。ただし7月は台風4号の影響で運休となったため、実際に5080系で運用されたのは同年10月からである。なお、大晦日の終電繰り下げ時には、目黒行として運転する場合がある。 2006年9月25日のダイヤ改正から2008年6月21日までの間、昼間帯に、東急目黒線内をり会し運転の列車が設定されたが、これは東急車の運用となっており、2000系が重当されることは基本的になかった。また、このダイヤ改正では、目黒線内で急行列車の運転が開始され、2000系も急行運用に入ることになった。 このため、同月以降、日吉方面行きの優等列車では、全区間で、各駅停車では、目黒線内のみで、また浦和美園方面行きは、優等列車、各駅停車とも目黒線内のみで、それぞれ行き先表示器に、列車種別が表示されるようになった。一編成の出庫から入庫までの一連の流れには、運行番号が付与されているが、本系列は、 80M のように運行番号末尾の所属記号が埼玉高速鉄道を表す M の運行番号に充当される。ただし、東急線内の運行番号は車両前面の運行番号表示器に表示される運行番号には変化はないが列車ダイヤ上の正式な運行番号は580のように所属記号 M ではなく1 0を、号として区別している。ありがとうございます。